でもね、佐山さんが後になってシュートを始めて、はい、なんかもうずっとそういうプロレスとかに疑問を持ってたとか言うんですけど、俺こんなちっちゃいしどうやってそういうチャンスあるんだろうと思ってたから、もうすごいもう猪木さんとか下村さんに感謝してるって言ってたんだよ、うん、俺には、うん、そう本当に多分僕が今思うに、まあ、この年齢になってたんですけど、はい自分を正当化するときに他のことをちょっと違うもんだって言いたくなるんでしょうと思います。佐山さんのその当時の年齢の口が言ってしまったことであって、今また多分見たら違う言い方するかもしれないし、僕はそういうふうに理解してます。僕の感覚ですけど、道場でスパーリングすることとメインの選手が出てきて試合で使うことと技は全然違うんですよ。僕もそういう思いがあったり、多分前田さんもそういう思いがあったと思うんですよ。そのスパーリングするときお客さんの前でなんでやらないんだろうっていう疑問点があったりする。佐山さんっていうのはいち早くというか、それをたまたまシューティングっていう名前で総合格闘技のことをしたいってなったときに、今度自分を正当化するためにプロレスを否定しなきゃならなくなったんじゃないかなと。